はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、トロールトライアルスステイングアライブと書いてるんですけど、このステイングアライブ生き続けろっていうことなんですよ。なんでこのコース一度もやられずにゴールまでたどり着かなきゃいけないっていうコースなんじゃないかな。で詳しく見るを見てみるじゃん。そしたらね、ノールッキングっていうのが見えるでしょう。あれどういうことなんだろうね。でクリアした人も日本人の方いないんですよ。っていうことは僕が日本人初クリア者になりたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。でベストタイムも3分かかってるんだよね。なんで1回もやられずに行かなきゃいけないっていうのはねマジだと思う。もうちょっと喋らせて。それじゃあ左のキノコ取っていこうか。これが正解なんじゃないかな。うわーブブー言われてんじゃねえか。いやでもこの上のハテナまだワンチャンあるよ。頼む。じゃあここはキノコ取らんで進みます。そういうことだね。そんでこの花ちゃん踏んだらなんか出ると思うんだよな。なんか出る。なんも出ねえ。あなちゃん、あなちゃん。で、ここフラワーいると思うんだよね。なんで、叩いてフラワーをすぐ取る。いや、大丈夫。どこ行ってんの。そこ熱い場所じゃねえか。それじゃあ、次こそフラワー取っていくよ。ここでジャンプして、そう、このフラワー取って、この勢いで氷を溶かして、つららもできていこう。なんか、あの毒キノコを襲ってきそう。まずい。大丈夫、大丈夫。で、このまま左に行けないで。あれこのアテナブロックなんだろうね。あなんかツタが出てきた音が。なるほど、ここで上に行けばいいっていう感じで。うわ違うじゃねえか。左のヒントでしょ。なるほど、あのブロックにスターがあるっていう感じだね。それじゃあこのブロック叩いてスターを出せっていう感じかな。いや意味わかんねえ。スター出したところでさ何の意味もなくない。あこれで次の進路が開けるの。ていうかスター取ったらブロックが破壊されるっていう仕組みマジでわかんないよね。うわ待ってカエルになったけど大丈夫。うわ下に落ちちゃった。スター取ってるんだから毒沼でも泳いでくれよ。ただねカエルと葉っぱどっちかで行かなきゃいけないと思うんだよね。わざわざ出すってことはカエルで行かなきゃいけないんじゃないのかな。そんでこのまま右に行く。そういう感じでしょ。なんでスネークブロック動かねえの。同じ緑ちゃんか仲良くしようぜ。やっていうかここ左入るダメって書いてるね。うわどうにかしていけないから上に行くとかそういうのないから。あなんか上に行けるね。なんもないやん。それじゃあここは葉っぱ取ってすぐ右に逃げろっていう感じだったね。でこの矢印があるじゃん。ここを叩けば砲台が消える。ナイス。そしてこのブロックを壊して右に進めるっていう感じか。これダメなんじゃないの。これもう右に行けない感じだよね。いやまだワンチャンあるんじゃないの。こうしゃがんで立つ瞬間に尻尾を出す。はっ見て見てみんなマリオの手の動き。子供の頃ああやって汽車ポッポみたいな感じでしなかった。じゃあここはあの目印みたいなところに乗らなかったらいいんでしょ。なんでジャンプしていけってことかな。多分これで進めると思うんだよね。でチビになっていけと。そして下にカロンの甲羅があるな。あのカロンの甲羅を取ってどうするかなんだよね。待ってカロンの甲羅消えたよ。大丈夫、これも罠に引っかかったんじゃないですか。火がまずいって。うわ落ちてきてる。大丈夫、熱い。それじゃあここはあの四角の枠のところでジャンプして月を回避する、そんな感じでしょ。よしよしよし。でこのカロンの甲羅を吐いてハテナブロックを叩くのかな。それで行ってみようか。それ以外ないと思う。頼む、待って今待つ早く。いや大丈夫、これはもう下に抜けるしかないよね。なんでちくわブロックと確か一緒に行けたはずなんだよね。こうやって崩れてたら合ってる。なんでまたホットスポットじゃねえか。このバブル一旦出しておかなきゃいけないみたいな感じかな。意味ないのかな。でこのまま一旦右行ってみるね。多分これで合ってる。よしよしよし。そしてドクロキノコ乗らないようにしようか。でこのまんま、うわどうしよう、上はダメだね。絶対行き止まりだね。なんでこのまま下行きます。あ待って、ここバブルいるんじゃないの。これバブルいるよね。ちょっと避けておくね。多分このバブル引っかかってると思うんだよね。でここでハテナブロックを叩いてどうなる。一気アップはいらない、一気アップはいらないよ。でこのままシップドロップして合ってる。マジでどっち、頼む。
ナイスキノコ。でこのまま右に走ってフラワー取って右に行く。違う。チョップ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 。じゃあここでドッスンの裏にさドアがあったでしょ。そのドアに入る。多分これで合ってると思うんだよね。ヒントヒント、ちょっと待ってね。カロンの甲羅でガリガリの左上に行けっていう感じだね。ちょっとまだどこかわかんないけど、やり直してみよう。あー、なんか左側行けるね。ここで一旦上に上がって、そしてこの状態でちくわブロックに乗ってガリガリを吐けガリガリだね。この何だったっけ、この白いの吐けっていうことだね。でこの状態説明してるじゃんか、カロン。もうちょっとくたばっててよ。じゃあここは左の方に足場が見えるんで、あの足場を利用してジャンプジャンプよしよく登ったな。でこの真ん中のとかに入ればいい。なんでここ左だったっけ、右だったっけ、どっちだろう。確か右だったような気がする。よし、でこのドアにある、そろそろ中間あって、ある、早くトロコの中間邪魔くせえ、早く取れってこと。あ、いや、いけるよ、いける。よっしゃ、中間ゲットしました。で、ここの、で、ここ、あ、入れんし。なるほど、右のこの土管に入れっていう感じか。そして、ここは、フラワー取っていってみる、ここ。なんか、フラワー取っていくのが正解っぽくない？ほっ、ほっ。おっ、よし、来ました。で、この状態でしゃがんで、上に行ってみよう。で、どうしよう。こっち怪しいな。わざわざフラワー取っていくっていうこと、こっち怪しくない？確かめられた？これもしかして。いや大丈夫、ここで一旦チビになって土管に入れば多分大丈夫だと思うんですよね。どう？うわ違うじゃねえか、わざわざフラワー取らせやがってさあどんな感じなんだろう。上、あれ、これ下に戻るだけでいいの？うわなんか場所変わってるし、これはどういう感じだろう。あ、スターを取らなかったら、あの毒キノコが多分こっちに向かってくるみたいな感じかな。で、あのロップを叩かせればいいんでしょう、毒キノコの隣にある。なんでこのスターをどんどん避けていきたいと思います。これちょっと難しすぎないですかね、まあ、スターのさ居所を全員同じにしないと多分無理だね、これ。あ、これいい感じだよ、これスターいい感じじゃない？ほら、さあ三つ子だね、団子三兄弟みたいな感じ、スター三兄弟だね。これで簡単に避けれるね。で、キノコがこっちに移動してくる。そしてこのまま右に行ってやられれるっていう感じか。ナイス。一旦またフラワー取っていこう。で、取ってこのまんま上に行けばなんか変わるはずなんじゃないかな。あ、雲が出てきたよ。あの雲に乗って上に行ってみよう。どうなる？合ってる合ってる、ほらやっぱフラワーいるんじゃん。そしてこのまんま右に行けと、そういう感じだね。やってたね、ナイスか、長年のねあの経験が。わ、どうしよう、ここ左に蹴ってみる。あ、これかぶれないよね。待って、生き返る。待って、キノコ右の方に投げてキノコを取れっていう感じでしょ。ジャンプ、ナイスこれで合ってる。さて左は絶対罠だね。なんで右行きますね。でここはなんか変わるでしょ無敵チョップ、無敵チョップ、無敵。それじゃあここは右に走ってしゃがんでいけっていう感じでしょ。そんでどうするんだろう、ここ。え、合ってる？合ってないよね、これ。このドア入れないよね出すぎでしょそれはマリオパーティーだね。じゃあこれ左を失敗かな。左を失敗してみる。左を失敗。いや、ここ難しくない？上から行ったらダメなんでしょ。ここで左を失敗。よし、あぶね、これもう二度と成功できる気がしね。で、ここで、いや絶対間違いでしょこれは。空中マネジャーしてさらに上に行くよ。パス、いけないけ、あの日はこっちで合ってて、またアンチタイムじゃねえか。さっきはあれでしょ、あのスター避ける感じでしょ。さらにバネイン。待って、スターを一箇所に集めなきゃダメなんだって、ここで集まってみんな整列して、ちゃんと。なかなか整列具合が悪いけど、いける、頼む、あともうちょっとだって。あちゃんと整列してよ、もうみんな重なってって。もう
んなんじゃ先生に怒られるでしょ。焼きました。これはなかなかいいよ、いい整列具合。先生褒めてあげる。でここでスターが切れたら右のそうあれがこうなって、そうなんですよ。そしてここは左押しっぱ、左押しっぱ、左押しっぱ、いつ来る？うわっ、くそ、悔しい、もう。あ、でもここさ、火出てきたよね。この火にやられれば、あのスターの、あれは、あれね、バネ投げなきゃいけないんじゃないのかな。ちょっとバネ投げてみていい？うわ、意味ないね。じゃあここで、チョビちゃんの左、これで合ってる感じでしょ。で、この状態でバネを置いて上に行くと。多分これで合ってるよね、きっと。頼む。よっ、よしじゃん。あのドアの下のブロックを叩いてドアに入れっていう感じか。よしっていう準備してたのに。じゃあここでブロックが出る、そういう感じだったんでね。このバネ持って行っていいのかな、どうなんだろう。絶対バネいると思うんだよな、後で。え、ここ最初の場面じゃないの？え、そうでしょ。行ってみるね。うわ、ここや、いや、なんかちょっと違う。ほら、ここで敵が出る。よっしゃ、進める感じだね。さあ進みましょう。で、ここはチョイス。うわ、3分の1か2分の1じゃねえで、3分の1まで持ってきやがった。一旦右行ってみよう。一番右行きます。頼む。合ってたんじゃないのこれ。ほら、熱い熱い熱い。で、このパウン邪魔でしょ。パウンを投げ散らかして上に行く。うわ、上じゃねえ、左に行ってしまった。いや、これワンチャンある。そのまま上に行こう。あははは。いや、まだ大丈夫、まだワンチャンくれてるでしょ、これ。頼む、パウン邪魔くせえんだって。で、このまま上にパウン。ここマジで難しいよ。左を失敗したからさ、土管に入っちゃうんだよね。で、ここで上、やった、中間にゲットできました。嬉しい、ゴールより嬉しい。で、ここで滑って3本倒します。何これ。じゃあここ滑らない、何もしない、それで合ってるんじゃないかな。じゃあここは滑ってよかったんだよ、なんか葉っぱ出たもん。で、この葉っぱ出て上に行くと、そういう感じじゃないかな。で、このブロックを壊して右に行くんだけど、これは何だろう。うわ、カエルいらねえ、カエルくんだ、カエルくんだ。じゃあここはファイヤーか。ファイヤーは取らなきゃいけないよね。あ、このファイヤーいるでしょ。うわ、こっちブブー言われた。もうダメでしょ、お母さん。絶対ダメなやつだ、こっち。ほら。なんか書いてるね、葉っぱであの四角の枠のところを叩けっていう感じかな。この辺だったよね、この辺に隠されてる。なるほど、そこで壊れるっていうわけね。ちょっと取っていく、これ。うわ、違うの、やり直し聞かないから。頼む、合ってて。うわ、カエルいらねえって書いてるわ。カエル取ってたらどうなるんだろう。葉っぱのまま来なくちゃいけないってことでしょ、じゃあ。どうしようもねえ、これ。もう潰されるしかないや。じゃあここはタヌキのまんま土管に入って次に進めっていう感じだね。で、下のブロックが壊せるっていう感じじゃないかな。なんか上にカエル出てきてるね。あれ、多分ギリギリ引っかからなかったんだろうね。そしてここのオープンを叩く。そしてなんか変わる。変わりすぎだろそれは。いや、どうなる、これ。走ってジャンプして上行けないから、 P ジャンできないから、これ。で、 P して上に行こう。うわ、 P で上に上がれねえか。ちょっと助走が足りんね。じゃあ下に入っていきます。こっちなんだろう、またアンチタイム的ななんかかな。そうじゃねえか、頼むって。もこの地味耐久、地味できついんだって。またスターでしょ。ほら見て、先生に怒られるよ、ちゃんとしないと。ここじゃあ叩いた瞬間ジャンプする、多分それで合ってると思うんだよね。で、回避できてこのまま上に行けっていう感じか。さあ行きます。うわ、どうしよう、上に行くか、右のこのハテナ叩くか。ハテナ叩いてみるね。ファイヤーか、ファイヤーいらないっしょ多分。なんでこっちで合ってる、頼む。よし、多分合ってるよこれで。そしてこの上に、はい、これ難しくない、ここ入るの。ほっ、なんで。え、どうなるの、さっきと一緒じゃねえか。上行ってみる、上行っ
ってこっちの土管が合ってんじゃないかな。これなんか合ってるっぽくない？ほらほら、うわ、靴を手に入れたか。そして右のこのオープン踏むしかないで踏んでみます。どうなる？何も変わらんくない？ここでヒップドロップしたらブロック壊れたっけ？いや壊れるね。うわ、でもフラワー取れない感じか。じゃあフラワー取ってこいって感じだね。皆さん、ガマ発見しました、こんなところで。何この積み方、どうかしていけないかな。絶対無理だこれ。この場所でファイヤーを取って右に行けば多分これでいけるんでしょう。で、このブロックを履いて、ブロックじゃね、グッズを履いて左に進めた、そういう感じだね。で、下のブロックはそっか、で、左に行こう。うわ、あの鍵いるのかな。どうなんだろう、一旦上行ってみようか、このまま。そして、うわ、ゴーバックって書いてる。どうしよう。え、戻れってこと？いや、戻れないよね。おー、するでしょ。あ、こっち進めるんじゃないの？ほら、多分合ってるよ、これで。どういうこと？なに、ここまたさっきのところじゃんか。嘘でしょ。え、新耐久？新耐久ですか？うわ、絶対そうじゃねえか。え、ゴーバックってことはどっかで戻ればよかったんかな。え、なにこの、なんで今度カエルが復活してんの。え、これ合ってたの？熱い熱い熱い、ちょっと待って、この状態で何もしなければゴールできるはず。やった、来た。で、ここでチビになって、もうチビになる必要ないで、ここでジャンプ、やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオチャレンジシャープ3ということで、もうなんとなく予想はついてるんですけど、氷ブロックの中にコインがあるじゃん、あれを取ってからゴールっていう感じだと思うんですよね。ただファイヤーボールで溶かして取るんだけど、どうやって取るんだろうね。やっぱりね、コインを1枚取ってからゴールでしょ。このファイヤーボールを取って、いや、これマジでどうやって取んの。いや、マジでわかんねえ。え、ちょっとそっち行ってみていいから。うわ、やっぱ落ちるだけだよね。じゃあ一旦ファイヤー取らない、取らないで、ちょっと上に追ってみよっか。うわ、取れないよな、さすがに。いや、溶けてよ、でも熱で。マリオも熱持ってるでしょ、人肌で温めてよ。ファイヤー取るしかやっぱないもんな。あ、わかった、この場所で溶かした瞬間ジャンプ、そんな感じじゃないから、ちょっとそれで行ってみる。わっ、うわ、今みたいな感じなんじゃないかな。それ以外考えられないもんね。なんでもう一回挑戦してみるね。ここに乗ってつるっつる。いや、次こそいけるよ、多分これそんな難しくないんじゃないかな。クリア率 1.59% だったしね。この辺で溶かしてキャンプ、やった。このコースは面白い、めっちゃ速かったかもしんないんですけど、ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。